1時になりました。電灯がついてます。リーガロイヤルホテルとそごう神谷町の交差点、まだ車が少ないです。立て巻きの電停、ここは工事してます。ホテルができるみたい。近畿日本ツーリスト前、東急ハンズ福屋、八丁堀電停の横、山田電機、朝からテレビモニターがついてます。三越、八丁堀のバス停も多いです。貨物る、まだ正月の音です。ミスタードーナツ開いてますね。流れ川通り、八軒堀通り、電車が通りました。稲荷大橋が見えています。振り返っています。道路がきれい。稲荷大橋、京橋川です。稲荷大橋を渡ります。シティタワーが見えます。今は干潮に近い時間ですね。工事中の京橋、双葉山が見えます。
成町。稲荷町交差点、電車の線路が変わるんですよね。シティタワーが見えます。駅前大橋の方向、レールができてます。駅前通り、いつも工事の車がいます。夜置いて帰ってるんですね。駅前の福屋が見えます。明るくなりました。渡ります。工事の様子、あ、おまわりさんだ。まだ駅前の工事終わりません。福屋の前、ここが狭いところ。福屋の表側に来ました。こんな感じになります。広島駅のバス乗り場、郵便局のビルは完成してます。正面から冷たい風、バスが停車してます。ジャムジャムライナーのバスでした。新しい建物ができています。青になりました。ジャムジャムのバス、栄橋に曲がりましたね。栄橋、京橋と円光川が分かれるところ。今は7時40分京橋に木が映ってます。あそこに縮景園があります。長い新幹線ですね。貨物列車、もうすぐ電車が来ます。お酒が美味しい。電車まだ見えます。えらい遅いですね。あそこが尻尾、学生さんが増えてきました。あ、まだ JR が見える。実はまだ電車が見えてます。常盤橋です。新幹線、京橋川、水がないですね。船着き場、
いよいよ白島です。すぐにまた同じ方向の JR 電車、電車止まりました。あそこにいます、白島の交差点。城北通りを進みます。城北通り、山の方晴れてます。あそこで左に曲がりましょう。 RCC のタワー、東白島町です。白島の西だと思ったのに、法務局の方です。ここの信号はややこしいとこですね。朝日を浴びた広島城、リーガロイヤルホテル、今日はカモがいるかな。カモがいるかも、いません。週の後半が雨予報になりました。松の木がある広島城内、五穀神社、太鼓櫓、新しい駐車場が稼働しています。広島武将隊、カモがいました。サカスタ、8時10分です。堀の鯉、さあ早朝の散歩終わり、帰ります。美術館の横、市民病院、